高さおよそ10メートルの巨大な人形。これは東京オリンピック・パラリンピックの公式文化プログラムの一つで、東日本大震災からの復興を世界に発信する操り人形モッコです。ひょうきん者を意味する宮城県の方言おだつモッコが由来のモッコは、郡山市出身のクリエイター柳井道彦さんが企画しました。感染防止のため無観客で開催され、スタッフ19人がロープを使ってモッコを操りました。モッコのパフォーマンスはオリンピック開幕直前の7月に東京で披露される予定です。